始まりました、本当クラブ。今回もポッドキャストラジオ形式でぜひお聞きいただければと思います。司会のクズオと申します。そして今日は2人ゲストをお招きしております。じゃあまずはこの方から。はい、どうも皆さん、バナナです。よろしくお願いします。はい、お願いします。そしてもう一人。はい、今回から新しく参加します、チーズくんです。よろしくお願いします。まあ全員ね、実は地元が一緒で同じ学校に行ってたっていう、ただそれだけの仲なんで、まあみんな大した人間ではないんですけどまあみんなね、漫画とかフィクションが好きでこのチャンネルやってるんで、まあ本当になんか作業しながらとか帰り道とかで聞いていただければなと思っております。僕1話から出てるんですけど、いつまでゲストなんですかね。あー、まあずっとでいいんじゃない。ゲストいや、そのうち来なくなる可能性も踏まえてあー、フェードアウトしてくるなまあ俺が発起人だしなるほどね、わかりました。いいや、次からね、純パーソナリティとかにするかもしれない。まだ純なんだこんなに言ってるのに。あ、じゃあ俺が次ゲストになるんだ、単体で。そう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 、まあいいよ、そんな内輪みたいな話誰も興味ないから行くぞ。はいはい、じゃあ今日のテーマなんですけど、まあサムネとタイトルにもある通り、まあ皆さん漫画とかアニメ好きだったらね、一度くらいは女性キャラに恋したことあるでしょうと。はいはい、ここには全員野郎なんでね。まあそんなところで、まあ自分の人生の中で嫁にしたい、まあ漫画キャラ、アニメキャラ、それこそ小説、何でもフィクションだったら大丈夫なんですけど、キャラっていうのをおのおの紹介してって、いやこいつじゃねみたいな、うん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 、失礼かな、この方じゃないですかねっていうのをちょっと今日は留学させていただければなと思っております。はい、はいはい、じゃあまず僕の方から紹介いたしますね。はい、お願いします。はい、お願いします。僕が紹介する、まあ、まず題材は、青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ないって、ちょっと長いんで青豚って訳させてもらうんですけど、うんうんうん、原作はライトノベルです。はいはいはい、まあ、書籍化されてるしアニメ化もされてて、界隈では割と人気というか、うんうん、なんかバニーガールがね結構画像が知られてること多いよね。でその中のもうメインヒロインですね、あの桜島舞さんっていうキャラがいるんですよ、うん、はい、まあ、簡単にどういうキャラというか、青豚自体がどういう話かっていうと、まあ、なんか主人公がね、結構こう、なんて言うんだろうな、あんまり友達もいないキャラなんですけど、それがちょっと理由があって、この漫画自体の設定で、思春期症候群っていうちょっと SF チックな要素が盛り込まれてまして、まあ、だから、主人公で言うと、妹が悪口言われた痛みが体に傷として出ちゃうみたいな。うん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 、とかそのメインヒロイン桜島舞さんだと、どんどん人の記憶から忘れ去られてしまうっていう、ちょっとなんていうんだろう、こうバトルモンとかじゃ全然ないんだけど、うんうん、なんか SF みたいな、なんかこう思春期の子たちがかかってしまう病気みたいな設定があるんですね。はい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 。そうで、その桜島舞さんっていうのが要はアイドルなんですよ。うん、だから今で言うと誰かな、若い子だからちょっと思いつかないですが、昔で言うと広瀬すずみたいな、僕ら世代で言う、うん、が普通に主人公の学校と同じで行ってて、普通に通ってて全然遠い存在だったけど、なぜか主人公は彼女のことを忘れなくて、他の人は忘れちゃってるんですね。うん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 。この桜島舞さんはもう道行く人からもう存在が見え、なんか幽霊みたいな扱いされちゃうんですよ。はいはいはい。主人公だけは分かってるみたいな。そこから物語が始まってくるんですね。うんうんうん、うん。だから最初は主人公とその舞さんも全然仲良くないけど、主人公がめちゃめちゃお人よしで助けちゃうから、もう舞さんが好きになっちゃうっていう感じが、まああらすじなんですよ。ちょっとごめんなさい、長かったんですけど。はいはいはい。うん、まあ、その舞さん何がいいかっていうと、もう嫁なんすよね。ここまあ、そう、料理もできるし、もう美人だし、うん、その、まあ主人公サクタって言うんですけど、一個年上でもお姉さんみたいな。あ、で、ちょっとネタバレになっちゃうから軽くだけ言うと、ちょっとそのサクタが、ある人を助けると死んじゃうみたいな話があるんですね。うん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 。で、それをもう助けに行くの分かってるから、代わりに私が死ぬみたいな感じの時もあって、もうそんなにいい女になる。はいはい、そう、自分のことを助けてくれた主人公のために死ぬみたいな。うんうんうん。もうそれぐらいいい子なんですよ。
あ、じゃあもう完全に主人公にそのクズオさん自身を投影して見た時に、そうそうそう、俺の女すぎるだろと。そう、俺のために死んでくる女。だいぶだいぶ角あるけどね。まあまあ、他で言うとね、あとなんか、なかなか主人公もそのめちゃめちゃ彼女のこと好きなんだけど、キスさせないとか、付き合ってるけど。ああ、そうだね、そういうね。お預けみたいな。そう、ちょっとマジで、上下関係がちゃんとあって、けど、ちゃんとできるときは、うんうん、あ、ウブなんですよ。一応まあ、バージンみたいな感じなんで、うん、そこも、必要ねっていうキャラです。それはやっぱ五等分でニノが好きなだけありますね。そうなんですよ。割と女の子にモテ遊ばれたいタイプなんで。はい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 。なるほど。ちょっとミク好きとかとは分かり合えないんですごい、やっぱ敵を作るようなことばっかり言うけど。結構全面的だけどな。なるほどね、はい。なんか俺もちょいちょい見てたんだけど、今忘れかけてた記憶取り戻しながら、そういえば言った方がいいわ、この人って思いながら。そうそう。まあなんでね、まあラジオだけだと、ちょっとわかんないかと思うんで、ぜひ皆さん、まあ俺はアニメおすすめするかな。本当クラブって言っちゃってる、うん。アニメから入った方がわかりやすいです。舞さんの魅力は。はい。というか、うんうん、私のターンは、青豚の桜島舞さんでした。はい。はい、なるほど。ありがとうございます。はい。じゃあ次、チーズくんです。初登場でちょっと緊張してるんですけど、はい。まあさっきの話の流れでちょっと出したいなと思ったので、自分の嫁にしたい女キャラ、ヒロインキャラ、は、五等分の花嫁の、いつきですね。あぶねえ。あぶねえ。よかった。五分の一。よかった。やばいな、と。そうそうそう。いや、よく戦争すると、あの、ニノとミク好きな人たち。で、それを旗から見てて、いや、平和に過ごしてるんだけど、そう。あ、でも、いつき好き結構少なめかもしれないね。結構少ないね。俺も少ないなと思う。うんうんうん、だから、押しててすごい楽ではあるんだけど。はいはいはい。なんかね、俺め、なんか、女性キャラだけじゃないんだけど、すごく魅力を感じるキャラのなんか共通点ですね。なんか、キャラの成長とかがあるとすごく、俺はグッとくるよね。はい、はいはい。ね。で、例えばだけど、まあ、いつきで言うと、まあ、主人公への恋心みたいなところは、まあ、前巻通して長く語られてるんだけど、それ以外にも、その、お母さんを理想として、その自分が教師になっていくまでの道のり、うんうん。で、そのお母さんを目指して教師になるか、教師を目指してお母さんをなんか途中過程として目指しているか、みたいな葛藤とか。はいはいはい。で、その、まあちょっと家族関係のごちゃごちゃとか。うんうんうん、うん。なんか、教師目指してるんだけど自分はすごい実はバカ。で、そことの葛藤とか。うんうんうん、で、そこを一つずつ丁寧に、なんか乗り越えていく姿っていうところがすごく紳士で、すごくなんか普通にキャラとして魅力的だなって思ったのと、あとなんかちょっとそういうね、抜けてるところがあった方が、すごいしっかり者なんだけど、抜けてるところがあるってところが、なんか、あ、支えたいって思いますね。なるほどね。こんな感じ。なんか、いつきは結局その、それも、作品についてのなんか、うん、感想っていうか、語られるところであるんですけど、なんか、いつきは最後まで別に風太郎を好きにはなっていないんじゃないか、みたいな考察もあるじゃないですか。俺もそう。ああ、そう。まあ、結構そこはなんか語られてるところだと思うんですけど、うん。伊豆くん的にはどうなんですか？その、いつきが、だから、その、風太郎に向けてる、その、気持ち的なのはどっちの、だから、恋愛として見ていると思って読んでいたのか、それともやっぱりその、頼れる先生としてっていうか。そこで言うと、いつきの中では恋心っていう風にはなってないと思っていて、はいはい、ただなんか全然タイミングの違いで、なんか、風太郎がちょっといつきのこと好きになるとか、うんうんうん、もう少しいつきと風太郎で好きになるきっかけがもう少しなんかあったりしたら全然変わってただろうなとは思う。それぐらいに好感度としてはマックスだったし、うんうん、恋心に気づくきっかけがあったかなかったかみたいなぐらいの差かなって思ってますね。もうじゃあ好感度は高いけど恋愛感情じゃなかったんじゃないかなっていう感じ。まあ原作の中ではそうですね。やっぱり、うんうんうん、まあ、そこの恋心見たかったっていう人は、ゲームをやってくれれば、ゲームあるんで、はいはい、パラレルストーリーで、五等分のあの子と繋がらなかった
場合の、うんうんうん、別の4人と、成就したストーリーが語られてるっていうゲームがあるんですよ。はいはい、はい。原作者公認の、うんうんうん。それをやってくれれば、まあ、一旦満たされるんじゃないかなと思います。ありつきの良さも、そこで。まあ、そうですね。まあ、でも、いつきの良さっての原作の段階でも語られてるんで。うんうんうん。まあ、大丈夫だと思うんですけど。じゃあそのさ、いつきゲームだとどんな感じ、うん、ゲームやってないんだけど。あのね、ゲームだと、やっぱり、その、まあ、五条全員に言えることなんだけど、やっぱり恋愛は素人なんですよ。ああ。中でもやっぱり、いつきって一番恋愛偏差値が低いので、まあ、その彼女がどう、なんて言うんですかな、そのうぶな恋心を彼氏と彼女という関係で実らせていくのかっていう、なんかそのムズキュン感っていうのを味わえる、すごくいい作品かなと思っております。なるほど。綺麗にタイマーもなったところでまとめてくれました。まあじゃあ、チーズくんからは、いつきというところで、五等分の花嫁の。はい。じゃあまあ鳥というところで。はい。じゃあ僕の方からおすすめしてもいいかな？したら。どうも。はい。お願いします。ということで、私、バナナおすすめするヒロインは、鋼の錬金術師より、リザ・ホークアイ。ああ、そうそうそう、オッケーオッケーオッケー。俺は絶対そっちだと思った。鋼って聞いて、どっちかなと思ったけど、リザか、オッケーオッケー。はい、まあね、その、今までもね、散々その、何回か語っている動画みたいなのも出ているかもしれないですけど、まあ、やっぱり、その、なんでしょう、僕、その漫画のキャラとか別にしても、やっぱその、秘書というか、自立しているんだけど、すごいサポートしてくれる。うんうんうん、自分としてのこの己を持っていながらすごい支えてくれる女の子像というか女性の方にすごい魅力性を感じることが多くて、はい、まあやっぱりそのリザっていうかホークアイを語る上ではやっぱロイとの関係性、マスタング大佐と、うんうん、やっぱ一緒に出てくるんですけど、二人の関係性が本当に良すぎて、でもうあの僕はそのピクシブ文化ってあるじゃないですか。これもまたちょっと若干脱線するんですけど、だから伝わるけど、カップリングをね検索するっていうのが、うん、まあイニシエのオタクたちはやっていたんですけど、まあ今の人たちもやっているかわかんないですけど、僕はそこで初めてロイヤイというものに調べまして。そんな二次創作ですら見ともう求めてしまうほどその二人の関係性っていうか、うんうんうん、心が良くて、もうやっぱキャラクターにもちろんロイっていうかロイも好きなんだけど、やっぱホークアイの良さ完全にやられてしまいましたね、うん、であとそのキャラクターということでそのキャラクターの外見、うんうんっていうところでもその背中に錬成陣を彫ってある。うん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 。で特に素質そうだっけ？はい、あの背中に炎のね、あのロイの、うん、ロイは炎の錬金術なんですけど、その炎の錬金術は、うん、ホークアイの背中に彫ってあるんです。ロイの師匠が、ホークアイのお父さんで、はいはい、お父さんが死ぬ時に頼れる人にだけ。この背中を見せなさいって言って、あ、そんな流れだった。あー、はいはいはい。残したんですよ。で、ホークアイは、だからロイに背中を見せて、うん、ホークアイは本能の錬金術になったんですよ。うんうん。あー、それももうね、その、頼れる人にだけ見せるみたいなね、背中に掘るっていうようなところとかも、設定もたまらないですし、うん、実際にその、鷹の目って言われていて、まあ、銃のエキスパートなんですけど、うん、実際にその、めちゃめちゃ銃ではありながら、その戦争を経験したことによって、決しておごっていないというか、その、力を保持したりとかもしないで、あくまでもサポート役というか、いうところも好きですし、あと、そのエピソード的な部分で、結構好きなエピソードがあって、あの、エンビーとの対決のところなんですけど。そこだよね。ここはもう完全にね、もうハガレン好きの人はね、みんな言うんですけど。二人っきりの時は。エンビーは変身する能力があるんです。
うんうん、で大佐になりすましてホークアイの前に現れるんですよ。ああ、はいはいはい。そこでホークアイはうろ覚えだな、うんうん、大佐について喋るときに大佐はね二人きりのとき私のことリザって呼ぶのよ言って、そういう関係だったのかって言ってエイミーが返信を解いた瞬間に嘘よってああそうだった、うんうんうん、なんか起点の聞かせ方っていうか、まあもうもっと他にもね好きなエピソードいっぱいあるんですけど、そこからもなんかやっぱ二人の関係性が読み取れるし、うん、頭の回転の速さっていうか、もう頼れる、もう大佐はすごいしっかり者なんだけど、もちろんリザがいないとそうだよね、変でダメダメだし、逆にリザ自身も大佐がいないともうすぐにダメになってしまうっていう、あの NBA 戦では。ああ、いやもうなんかバナナさんのそこに性癖があると私は感じる。いやこれはね正直でも僕の性癖って言いますけど、本音が嫌いな男はいないですよ正直。男はみんなやっぱ頼れる女の子に嫌いではないんですよ。いやまあそう、あなたがいないと私がダメなの。ああそうですそうです。で向こうもね、私がいないとあなたもダメでしょと。強依存ってやつね。そうなんですよね。それがやっぱなんかそのただ強依存を書くんじゃなくて、うん、読み取れるっていう、そのセリフ一つ一つだったりとか、そういったエピソードだったら、はい、あお互いがいないとダメなんだな。はい。まあ尺が出たんで。はい。そうじゃないかなと思ってました。すごかったなぁ。優勝じゃん、もう。バナナさんからは、ハガレン氏の、はい、ホークアイ。はい、リザ・ホークアイです。でした、うん。はい、というところで、皆さんこの3キャラね、いかがだったでしょうか。うん、まあ、これがね、どれがいいかっていうのは、なんか議論とかじゃなくて、うんうんうん、まあ、各々好みがあるし。あ、そう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 、そう。逆に、この漫画ね、読んだこともない人は全部知ってるっていう方は読み直してみて、いやじゃあ誰みたいな、うん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 、いいんじゃないかなって、答えはなくていいかなって僕は思ってますんで、ただまあなんかちょっと共通してんなって3人のキャラが、うんうんうん、まあ、なんかまあみんな清楚キャラじゃねっていう、ああいや、やっぱりそうなんだろうね、男っていうのはね、清楚が好きなんだろうね。いやでも、うん、俺でも5等分2のだからね。まあまあまあ。ああ、まあ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 。まあまあまあ。そもそも王道漫画のヒロインっていうのを出した時点で、どうしてもやっぱ清楚系に作者は書きがちだから。確かにな。うん。嫌だもんな。ピッチキャラとか、ナルトで出てきたら。まあ、桜は大概ですけどね。はい、そういうところでお時間も来たので、まあ、今回は、嫁にしたい漫画キャラ、アニメキャラ、まあ、ラノベキャラ参戦というところでした。皆さんぜひコメント欄に感想の方をお書きください。はい、皆さんの嫁キャラもね、ちょっと気になるのでね。確かにね、気になりますね。確かに。逆に私。エピソードと一緒に書いてほしい。そう。桜以外でお願いします。というわけで、はい、本日も本当からお聞きいただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。おやすみなさい。バイバーイ。バイバーイ。